ははい皆さんこんこにちは村長です今日はトゥーントラック社の e ージーベースそして e ージードラマ3ですねこれの超便利な機能をご紹介します知ってるという人はもうどん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 使ってると思うんですけれども ちょっとしたことなんですけれどもこんな便利ということなんですそれはですね今イージーベースが画面にありますけれどもですねここでグルーブエディターを見た時に10行も出ていませんよね一番大きくしてみてもやっぱり下の方はですね少し置いときたいので縦の長さで言えばこれぐらいなんですねどうしても縦が狭いというかですね 操作性が難しいですしここのグリッドエディターにしてもですねどうしても小さな領域になってしまって特に幅広く見たい時にですね、えー、あまりオクターブが見えなかったりとかいろいろ問題はあるんですねドラムキーズやオーディオトラッカーはまあさほどそんなにも問題にはならないんですがやはりグリッドエディターそしてこのグルーブス こういうのが表示領域というのが気になりますが、がですよ。こんなところにですね、トゥーントラック社は隠してたというかですね、このグルーブのところの上の小さなアイコンをクリックするとですね、これが切り離せるんです。そしてグリッドエディターも切り離してみましょう。はい。どこに行ったかというとですね、僕の場合は、 このように画面が2つありまして別のモニターに移ったわけです。ちょっともう一度戻します。もちろん別画面がないと困るかと言いましたらそうではなくてですね、このようにとっても広く編集ができるようになりますし、こちらもこの幅が とっても効率よよく見れるるうになるわけです。そしてこのようになっていましたらこちらを押せば消えるしですねそしてイージードラマーの本体ですね。このトラックと別にしておけばですねこのように3枚のウィンドウになりまして少しだけちょっと横に のっけておくというかそういうような使い方もできるのでどちらになっても切り離すということができるというのはとっても便利になりますこれはイージードラマ3でも一緒ですこのように特にイージードラマ3はグリッドエディターをうまく使いたいハイハットなんかもこのように展開ができますしなるべく大きく見たい とということがありますですからこういう時もグリッドエディターを切り離せばいいことになります。はい縦だけがこのように長く欲しい人もいてると思いますしこのようにさえすればですね全体の楽器が見渡して見れるということもありますしハイハットを展開してもとても操作性が良くなります。 ぜひとも皆さんも使っていただきたいそんな機能ですもちろん先ほどもやりましたようにサブモニターがある人はほぼ画面いっぱいにしましてこんな感じにやればとっても編集が楽にできるようになりますぜひとも試してみてくださいこれを戻したりするのはこのウィンドウの右端で閉じるかもしくは このメイン画面のところにボタンがありますので、このボタンで戻すこともできます。便利で操作性が抜群に上がると思いますので、タブを切り離して利用する。これを明日からやってみてください。村長スタジオでした。